皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、銅の酸化と質量の変化についてお話しします。一定量の銅の粉末を測り、ステンレス皿の上で十分に加熱し、その質量を測ったと、ここにステンレスの皿があって、下からバーナーで加熱しています。そしてその結果をここに表にしました。最初銅の質量、単位はグラムですね、これ 0.20g だったのが、加熱後の物質の質量、これ 0.25g になっています。隣は 0.40g が 0.48g に、0.60 が 0.75g に、0.80 が 1.00g に、これ質量が増えていますね。1番、加熱後物質の質量が増えているのはなぜか。これは銅が空気中の酸素と結びついたから。銅が酸素と結びついたからと、このように答えてください。2番です。加熱後にできた物質は何か。これ加熱後にできたのは銅と酸素が結びついて酸化銅ができました。酸化銅、化学式を書いておくと CuO ですね。酸化銅ができたんですね。3番、銅の質量と加熱後にできた物質の質量を最も簡単な比で表しましょうと、こういう問題です。ではこの表、これを使っていきましょう。 0.20g が 0.25g になっています。まず100倍して20対25にします。これを簡単にすると4対5です。隣は 0.40 が 0.48g、 同じように100倍して40対48、これを簡単に言うと5対6になります。次は100倍して60対75、これは簡単にすると4対5です。隣も100倍して80対100、簡単にすると4対5ですね。一つだけ5対6になっています。これはなぜかというと、銅が全て酸素と結びついたわけではなくて、不十分だったと、加熱が不十分だった、このために全てが結びついたわけではなかった、酸素で結びついたわけではなかったということです。ですからここの答えは4対5ですね。3つありますから、これ4対5、これが最も簡単な比ということになります。4番、銅の質量と銅と化合した物質、これ酸素ですね、この質量を最も簡単な比で表せ、この時この4対5を使いましょう。比で4対5になっていると、つまり4が5に増えていると、こう考えます。じゃあ酸素は5から4を引いた比率で言ったら1と、こうなるので銅と酸素の質量の比は4対1と、このように出てくるわけです。もちろんこちらの表を使って 0.20g が 0.25 になっているので 0.05g 増えていると、で20対5、これを簡単にして4対1と、このように答えを出しても構いません。では次です。 2.4g の銅を加熱したら質量が 2.9g になった。この時反応しなかった銅の質量を求めましょうと、こういう問題です。ちょっと計算が必要な問題ですね。ではこの時注目するのは、ね、何グラム増えているかと、こういうことです。増えているのはこれ酸素と結びつくんですから、酸素の量、これだけは増えているんですね。酸素が何グラムこれ加わったか、ここに注目します。2.4 が 2.9 ですから 2.9 から 2.4 を引きます。そうすると 0.5、
つまり酸素 0.5g が銅と反応したということになりますね。そこでこの銅と酸素の質量の比4対1を使います。4対1、これは銅対酸素ですね。この比率が化合した銅を X にして X 対 0.5 とこのように計算します。これを計算すると X イコール2と出てきます。小数点つけていきましょうか。 2.0 と、こちらがね、小数第1位まで書いているので小数点をつけて 2.0 とこうしておきます。つまり 2.4g の銅のうち酸素と結びついたもの、酸化銅になったものは 2.0g ということになりますから、これ反応しなかった銅の質量、これは 2.4-2.0、 引き算をして 0.4 となるので答えは 0.4g と、このように計算できるわけです。それからもう一つ、せっかくですからこの化学反応式も覚えておきましょう。ここに書きますね。この実験で起きた、化合の化学反応式 2Cu+O2 矢印 2CuO、 こうなりますのでこの式も覚えちゃってください。今日は銅の酸化と質量の変化についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。